陳語は、名は、字は、高一、公は、不要、聖古場内沖名など、中国石膏省公衆府戦闘圏の人、民末から新代後記年間にかけての文筆家兼出版業者であり、博物学者、演芸家である。後期27年、74歳の時に演芸所、家教を刊行した。長子は、陳米。陳の家は代々、公衆で異を業とし、 父陳芝線も、祖父陳昌線もなお知られた医師であった。医業の家ながら私文書画に親しむ、文人趣味の家庭で育ち、妹の陳南寺しこりは女流詩人であった。南寺しこりには数種の作品が伝わっている。妻は大使。陳は家電の増を家事で失ったため、自身は以下として身を立てることはなかった。民末数定年間に、 両刊総書16巻、修文記20巻などを編集刊行した。両刊総書の序文を、高ただ四白と基評家が書き、また、官邸聖紙、参考聖紙には、公衆の文社読書者の聖員であった危機継承、県庁ごら10人の名が見える。修文記には帰り見ずアゼラが上書き、陳自身は、おおよそを書いている。これで見ると、陳は、 表戦家として世に出たものである。過挙の受験参考書という側面を持つ出版物の偏者だったわけであるが自身は過挙に成功しなかった。つまり社会的には当時の読書人の仮想を形成する落第秀才の一人であった。30代に入ってから間もなく民進交代を経験した。近親者では妹南寺しこりの夫の死をむますが新軍による 原発強制を拒んで、天目山に逃れ、自死を遂げた。順次年間の大半については業績を名称する文献が見つかっておらず、現在のところ経歴が空白となっている。順次十三年、またはその翌年に、甲州から南京に京を移したとされる、理寮に誘われて、陳も南京に遊び、以後二十年、波遊したと、殺技助宛の書簡に書いている。南京では、 クレ百とも、クレ国信などとも信仰があった。後期12年に南京で刊行された短編小説集、聖子川の関東を飾る多色ずりの聖光な図版、聖子家計には、古城不要紙と署名した罰語が付されていて、原告発印本では署名の後に、古城鎮氏不要という連印が押してある。図版部分には他に、王、王、王家事。 孫はじめイサオラもなおとどめているが、チンはこれらの人々と共に、後期18年助監、消し演画伝発州の政策観光にも関与している。合葬母指名には、晩年、ハビに進み、あぐんで郷里に帰ったとある。後期16年に再度甲州に移った、李良が自身の南京禁協を、金領にいること二十八目めと表現し、同じように、チンが、 20年も波有したと書いていることなどから、押して、陳はその年に、甲州に戻ったと考えられる。63歳の時である。晩年甲州の西湖の湖畔に住み多くの仮想花器を育てた。後期27年に、家境を表した。家境は、家父、園芸技術の解説書である。魚や亀、ヒキきエるの飼育法も含まれている。比較的早い時期に、日本に伝わり、 安永2年には、平賀県内が構成した、重国秘伝家教が刊行された。少年は、従来万歴40年頃と推定されてきたが、誠堂と署名した筆者が、木、家教作者陳語において初めて林雲名、言武鎮扶養先生70長を紹介し、後期23年4月に70の誕生祝いをしていることから、万歴43年の生まれと断定した。 没年は、後期42年10月に、すでに亡くなっていた妻、大使と合葬するときに、合葬母氏名が作られていることから、この年に没したと推定されており、確定的にこの年を没年とする人もいる。陳の生涯、自責については、まだ十分に研究されておらず、仕事の内容がどのようなものであったかについても不明な点が多い。家協調国大所と、 合奏母子名は、共に、陳が分野をまたいで豊富な著作をものしたと述べているが、現在分かっている数点の刊行書からも、その対象は、詩文評論、小説、言語文字、絵画、演芸など多方面にわたっていたことが確かめられる。両刊総書16巻、西刊分記8巻、東刊分記7巻数定10年所、周分記20巻数定13年。 住みいただき来しよい母大殿観光年未章、聖古河後期十二年女金良王画像版、玉道寺後期十五年、同二十九年女下京六巻光期二十七年女文字道館、聖戦国朝潮、後期年間上期のうち、西誕文期、東誕文期は、小静か集中になるもので、賃の蝶を持つという、聖戦国朝潮は、古今市余り良いと、合国されている。賃が、 本名で刊行した書物は、聖戦国朝サシなどが確認できるだけであり、ほとんどは、チンゴ、不用詞、僕ナミコなどの筆名を用いている。このうち前二者は、チン自身の名及び号に小字をつけただけのもので、特に問題となることはない。チンは、聖古川においては、 図版部分のみならず書物の制作に全面的に関わっていることが明らかであるから、聖子川に用いられている国礼僕奈美子という筆名が、陳のものであることは認められる。これに先行して、良い母体という全20回の長編小説が出されており、この作品では、西子、僕奈美子の名を用いているが、聖子川牧き球。 南平洋遺跡はこの、酔い菩台から十二話を選んで一辺に仕立てたものにほかならず、同じ作者の手になったものである。この場合、聖子と、国礼の別にさほどの意味はない。陳は、筆名の前に置く干渉として、聖子をはじめ、古城、竹林、古食国礼など、公州、聖子の古名や画名を様々に用いている。陳との関係で解明すべきもう一つの筆名は、 新書小説史最大の謎となっている天下造主人である。小説史の面から聖子川の僕並子と順次後記年間に祭祀家人小説を数多く世に出した天下造主人と同一人物とみなす立場からの研究があり、この主張は作品の形式面、内容面の比較などによってほぼ裏付けられる。両者を結びつける。 決定的な資料こそ見つかっていないが、陳は天下造主人の人物特定の面からも欠かせない研究対象である。長子は陳米、字は観光、郷は東岡。父陳と同じく文筆家兼出版業者であった。文字堂は陳父氏の経営した書房である可能性が高い。編集室を三角といい、広州の暮れ山にあった。 三角止め青衆千十巻以下一連の留め青州及び、関徳空つし新州四巻、同二州がある。これらの欧州文集は、本国で近所の対象になったが、日本には、ほとんどの伝本が揃っており、陳の自責を伺う資料ともなっている。陳米は、李料の女性陳親友と親しく、最後の留め青州である、三角増州留め青新州三十巻の序は、陳親友が書いている。 他に、収益直界12巻、四部備え界16巻、列記化上限図工6巻などを編集刊行した。水古殿の半本にもちんまが観光に関係したとみなすべきものがある。ありがとうございます。